ニーデック城はスイスのベルン州ベルン市マッテ地区にある城。12世紀の混流。城の名称は中高ドイツ語の下の隅に由来する神聖ローマ帝国の帝国城塞の一つ。間取りと発掘された以降ニーデック城はアーレ半島の先端に立っており、現在はニーデック教会の聖火壇がある。中庭を有する居住棟が 四角い塔と井戸と共に中央にあった。植栽が円形の城壁に囲まれており、その外側で川の反対側には深さ約8メートルの堀があった。城の下には城下町があり、それも第二の城壁に守られていた。聖林ン,ン家のベルトルト五聖公爵は1190年に都の城としてニーデック城を建設した。城には大官が駐在し、 アーレ川を渡る船の交通を統制し保護する役割があった。1212 12年にニーデック城は帝国城塞となった。しかし、1268年から1270年にかけてベルン政府は土地の必要からニーデック城を引いて移設し、かつ他国の貴族が所有権を主張することを防いだ。1274年1月16日付の 公文書には、ハプスブルク家のローマ王オルドルフ一世が、ベルン氏に、城の破却を許可している。城の跡地には、1341年から1346年にかけて、ドイツ騎士団が、ニーデック教会を建立した。家屋の前面に取り込まれている縄文の様子新しい、ニーデック橋の建設が始まった1840年から1854年に、 かけて、城の遺構が発見された。さらに1951年から1962年に、かけて、ベルンの美術史学者、パウルホーファーの指揮のもとに発掘調査が行われ、城の中心移動が復元された。ありがとうございます。